スさん、はい、決まりましたか？結構あっさり決まりました。もう遅いんすよ、はい、こういう優柔不断の人はモテないですよ、はい、違います、あのいつまでやってんのかなって、どうしたら映えるかなみたいな、どうしたら恥ずかしいのかなでしょまあ、それはちなみに朝倉さんは即決でした、はい、マジですか、はい、分かりました。じゃあ天心くんから先に、はい、僕からっすか、そうです、はい、じゃじゃーん、おー、かわいい、頭つくからこれ、ちっちゃくないな、え、ちっちゃいっすか、ちょっと一回つけてみていいですか、あ、はい、ちっちゃくないっすか、おー、あ、でも大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、これでもサングラスつけた方がいいかもしれないですねよりギャップがレアですね、これはレアですね、レア、どうですか、うわー、不審者感がすごいですじゃあ僕の方いいですか、はい、お願いします、僕ね、あの被り物なんでもいいってことだったんで、はい、女性のパンツ、ちょっと待って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 、ダメなんて言ってないですよ、待って、はい、逆にあのパンツを頭に被らせるとどうですかこれ一番恥ずかしいですあっち多分ちゃんとしたものは選んでると思うんで、そうですね、これ僕これこれ被ってもらっていけばいいし、パンツですかこれパンツやめえそういうことか、それはね、そうですよね、ルールに何もちゃんと沿ってますからね、僕の頭にかぶるものっていう、そうこれ絶対きついですよ、でも天心くんきつくなったらいつでも言っていいからね、もうやめたくなったら一緒にやめよう俺これきついよ、これそう、うわー、これはきつい、これはきついいいですね、似合ってますね、でも、もうなんか後ろパンツで、はい、でも女性の用意うわーきついよ、さすがずりな、ほんと初っ端から朝倉ペースになりました、さすがです、じゃあ次どうします、じゃあ次行きますか。